お疲れちゃんスラットです。今日なんですけども、明日からね、こちらクラロリーグへの切符をつかめチャレンジということで、20勝チャレンジが始まります。はい、なので、まあ、こちらねチャレンジしようと思うんですけども、こちらへのおすすめデッキはね、今日3つ紹介していきたいと思います。3つですね。はい、いつもだったら5つとかね、紹介していくんですけど、まあ今シーズンね、マジ何が強いんだろうってめっちゃ考えて、なんか今ある程度強いデッキはいっぱいあるんですけども、絞りに絞りまくったね、はい、僕おすすめの3つをね紹介していきたいと思います。ということでね、第3位こちらメガラムです。はい、これはまあ環境復活して、まあ基本的に幅広く何にでも戦えるかなっていう、まあ20勝なので、やっぱ20勝するまでに3回負けたらいけないんですよ。3回ってなると、やっぱこうたまたまね相性悪いの引いて負けちゃった2回までしか許されないんですよね。そう、それ3回あったら負けなので、まあ基本的には幅広く何でも戦える、多少相性悪くても覆せるような、デッキでね挑むのがいいかなということで、まあアンパイにデッキパワー強いっていうのが第一の条件かなと思います。でこのメガラムはもうね、メガナイトとラムが強化されて、もう環境ゴリゴリ強いんでね、はい、しかも使いやすいっていうので、個人的にはめっちゃおすすめかな。で今回ないのはラーバクロやないか。おい、それでラーバクロとかもうね本当に嫌ですよ。ラバクロでも意外と20チャレ強いからな。僕多分ね、一番初めの20勝チャレンジかな。でも初めての20勝チャレかなんかね、マジラバクロでクリアして気がするんですよね。よいしょ。おお、いや、多い多い。小物が多い。さあ、アーチャー食いが残ってるのは、結構熱いので、こう、つなげてあげてからの、消えてあげてからの、いいからな。お、てかメガナイト、これ今の分かります？え、これメガナイト強化されたんですよね。そういえばジャンプまでの時間、そう、多分1回ジャンプしてから次ジャンプするまでが 1.1 秒かかったんですけど、それが 0.9 秒になったんですよ。だから今スケブに対してのジャンプがバリ早かった。え、強くね？案外気づかないもんだと思ってたんですけど、このメガナイトのジャンプのね時差というか、ゴリゴリ早かったぞ今。いやー、これマジでいきます、暇すぎるんだね。でも行って、やべえやべえ、めっちゃ来るやんと思って相手に防衛をさせたい。ラムでねホバリングを溶かせると神。えっ、ガチで神。さあ、でまあユニット来たらライトニング防衛もありっすよね。まあ、ライトなくても良さげでしたけど、だから普通に、え、これ絶対普通に守れたやんっちゅう。ライトニング防衛刺さればいいですけど、刺さんなかったらね今みたいに無駄になっちゃうんだね。よいしょ。さあ、あれライトでしばくか、さすがに。よいしょ、確定で、しばいてしばいて、多分この辺にスケルトン部隊がね出てきそうなんですけど、いや強いぞ。でラムも防衛に回してあげて、やべえぞこれ。ちょっと待ってくれよ、一旦ゆっくりと。まあ俺の負け筋はキングかいな。こんにちは。いやー、いいんじゃない。で守れればさあ勝ちですよということで、まあ、しっかりその相手には陸で攻めつつ、アチャクイと、まあ、バルーンがいればラム防衛だし、バルーンいなければ、まあ、光栄ライトで処理だったり、まあ、アチャクイ消えながら、ね、メガナイトで盾でになってみたいな感じで意外と戦えるもんなので、いやメガラムは、まあ、僕の中では第2ぐらいの候補かな。使うならどうだろう、一番最初に使う、まあ、メガラム使えばさ20チャレで分かんない、まあ、いろいろデッキ20勝しようと思うんですけど、余裕があれば、はい、そんなこと言って僕いつもギリギリなんでね、なんとも言えないんですけど、やり痛い。さあディガーやりゴブは、まあ、ウォールブレーカー関係でしょう。おお、珍しい。スケバレやりが珍しいですね、やり取るね。ああ、さすがに打ったか。おー、珍しい。マジ珍しいしか言ってないですけど、マジで珍しい。なんかメガナイト、あ、メガナイト枯渇、もしかして。
もしかしてメガナイト枯渇じゃないこれ。さあ来ましたね。手前に引っ張って、あーこれタワーから攻撃してもらおうと思ったんですけど、あの攻撃してくれないんで、やばいっす意味のない芝雪玉でした。はい、さあメガナイト枯渇ってことで、メガナイト枯渇なんかきつかったイメージあんな、インドラが。てかインドラがこの時はちょっときついので、まあ雪玉、そして LSP、 あとはまあライトニングの使い方が結構大事になってくるかなみたいな感じかな。うん、さあやりこぶで縦線でしたね。まあこれは受けるか、少しぐらい。まあ両サイかなーとは、片サイだけよりは両サイ振って振って、うん、めっちゃすぐメガナイト出してくるな。受けがきっちりのかな。エレス君はあんま使いたくないですけど、ね、さあなんか常に苦しいザップか。うん、スキルで消える。ストプラも強いな。さあこっからどうしようっていうところで、メガナイトを出して流れを変えようと思います。これすれ違い通信本気バージョン行きたいね。これ熱いぞマジで。普通は熱いが意外と止まっちゃうもんなんだな、縦線が強い。さあまあでも今のは結構いいダメージ。おいお父さん、お前どこ見てんだ、しばくぞ。さあすれ違い通信もう1回目。まあ1900本ぐらい本気で俺に来るのか。お、さあまあラームがちょっとだけ入ります。無理はせずだけど。お、これ本当に守られんのかな。縦線が強いなマジ。さあ着衣が入って、オーケー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 。いやガチででかいな。もしあのインドラがもし鬼畜ですね。インドラ鬼畜なので、もう今みたいなね、メガナイトの逆ぶっぱしまくるぐらいじゃないと、多分メガナイトカツはたまたま大変。でも、あっちゃ食い気でなんとかなることもあるよと。さあ、いうことで、続きまして第2位。なんなら第2位の方で僕はね、二次小チャレをクリアしようと思ってます。はい。こちら、ラバ掘りです。はい。まあ、前シーズンからずっと強いラバなんですけども、もともとこのメガゴだったんですよね。そう、メガゴがインドラになって、より使いやすく、まあ、デッキパワーも上がったんじゃないかなという感じですね。はい。で、スケキンは、ぶっちゃけ、なんでもいい。バルキリーとかでもいい気がするんですけど、まあ、加砲されたものの、まだまだ強いので、スケキンかな。で、マジ、ラバってこれ、エレジャイがきつかったんですよ、前期。そう。ラバは強いんだけど、まあ、エレジャイミラーで空へのようなやつ引いたら無理やんっていう話だったんですけど、エレジャイが、今期ね、そこそこ減りました。まあ、やっぱ、カウンターのタワーへのダメージが意外と、大きく減ったので、なんかね、まあ、エリジャイはね、一応使えるっちゃ使えるぐらいだとは思うんですけど、まあ、もうぶっ壊れではねえよなっていう。そう、ただただ壊れで誰が使っても強いだったのが、まあ、こう、ある程度使い慣れてないと、みたいな、そういう感じになったので、単純に使用率がね、大幅に下がったと思います。っていうので、おい、エリジャイない?幸せやないかいっていうことで、皆さんも一緒にね、飛びましょう。はい。空飛んで、戦うのが楽ですね。まあこのデッキあときついのはなんだろうね。なんだろう、わかんねえな。まあマジアチャマザネクの遠距離系が3、4枚入ってるとかはすごいだるいですけども、まあそんなことそうそうないですし、まあいてもディガーヤでね、潰せるんで、まあみたいなところで、さあしっかり一生空飛んでね、
やーこのメガゴもしゃあない、しゃあないメガゴですね。 ESP、 あーやばい、それめちゃくちゃいい、だってめちゃくちゃいいミニペッカされたんだけど、これエレキいます。あれ今アイダースパギの時の中身が何だろうずっと思ってて、いや待って、エレキいます、いねえか、いやいるか、メガゴ単品の可能性ある、うわえぐ、これ範囲だけでさできる理想をマジお願い、スケドラと、えこれスキキンマジ無能か、あ無能でした、はいマジでガチで無能だった今の、最悪だマジつら、メガゴ咲いてくれる、うわ今のさ守れると思ってね、じゃあと思って出したのに、守れないならもう低めインドだけでいきましたよね、いや痛すぎ、さあトルネメガゴザップ、エレキがメガゴになったのかな、いやでも相性自体これ悪くねえかな、絶対一回ボス席置いちゃう、よしよしよし、さあ低めで飛んでユニット全固めで、いやーファイボがあるのかなこれ、どうなんだろう、おおめっちゃ来るな、やべお願い、でもこれ耐えたら、耐えたらさありそうだけど、耐えたよ耐えたよこれ、いやこれ真ん中ラバゴリってけど来るっすよね、そりゃそれ相手からしたら攻めなきゃいけないんで来る、トルネで剥がしたい、剥がさせない、いけん、剥げろ剥げろコール、おっとこれは右も左も、いやーいい追いついた、よし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 、スケがこっちか、もしかしてあれ、ヤナメちょっと届かないやないかい、ヤナメちょっと待って、一回あのマジで守ろう、マジ変なねトルネで無理やり入れてくるからな、よし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 、一回俺これもうここで一回守るからね、俺ぐらいになるとよしよしこれはねいじめとかじゃないです、めちゃくちゃ真剣に戦ってます、負け筋を潰すっていうやつですね、はい、けーい、まあ、相手対局がメーカーここだけでね、ファイブあったらゼロ相性ですけど、ファイブなかったのでよかったですね、オーケー、さあラバ掘りね、いやマジ俺ラバめっちゃ好きなんですよね、まあ俺も好きだし、これ環境自体も悪くないと思ってて、さっきも言いましたけどエリジェがいないのと、まあファルチェがどれぐらい入るかにもよりますけど、まあファルチェはちょっと嫌かもね、ファルチェちょっと嫌だね、よう考えたらファルチェちょっと嫌なんですけど、今なんかファルチェ入りのドリルとかファルチェ入りの、まあ、ちょいちょいデッキがあるんですけど、まあ対局やっぱファルチェしかいないので、まあ、そう考えると、ね、ファルチェの逆サイドのスケキンスケドラとか、まあ、スケキンホバでもいいんですけどとか、ファルチェだけをもう潰してしまえばみたいなデッキが意外と多いので、まあそう考えると戦えると思ってます。さあペダルに来た、これ親衛隊ウォールブレイカードリルエリババーパーティーデッキです、はい、マジで親衛隊パーティーで、これ相手対空がマジでマジアチとエレキかな、マジアチとロケホかな、わかんない、対空が少ないんですよ非常に、なのでこのホバとかスケドラとかを残すことができれば俺の勝ち、できなければあなたの勝ち、いや親衛隊強っ、マジ意味わからんや、さあこれマジであの相手に守るっていう概念ないデッキで、マジ一生攻めるデッキなんですよこれ、でもそれがマジで強いんで、全て相手にしたいともう終わります、はい、もうきついもうきつい、まあ3くらいいくか、なんかね勝つ筋は全然あると思うので、これ絶対来るよな、端前リババゴーン
まあ、うわあそれ嫌だな。もうえぐいっしょ。すべてを攻めに捧げおる男です。はい。でもこれは2-3-2か。結局プリン、アジアチャの AM 嫌だなあれ。あれマジアチャの M いいの。いやマジアチャ残ってんのやばいかな。まあこれぐらいは許容で許されるんだけど。すげえくんなーマジで。想像の100倍来てる。いやでもこれ悪くないぞ結構流れ。めちゃくちゃいいぞ言ったらめちゃくちゃいいぞ。このスケキンめちゃ下手。やばい。あれ Oh my goodness! あれちょっと待って、疑惑の隙にいました。はい。あれもっと低めで、もっと低めでよかったです。いやまあこれはペダルがちょっと上手かったっしょ。まあ一生もう、足前出す2機なんで、後ろから後ろからね、最後あれユニット貯めていけば、まあ最後勝ててたと思うんで。スケキン先般ですかね。はい。ということで、まあ、第2位がラバでした。まあ、これで僕は行きたいかな。ラバでチャレンジしようかなと思ってるんですけど、まあ、めっちゃ強い敵があるので、はい。そちら第1位。こちらですね。ロイジャイです。はい。ロイです。もうロイは強いです。はい。ロイ強いので、まあ、キョロイでもスケキンロイでも、高回転ロイでも、何ロイでもまあ、強えなと思ったんですけど、まあ、一番安牌なのかなと思ったのがこちらのね、ザッピースケキンロイですね。はい。なんかいつかにもね、環境最強っつって動画上げたと思うんですけど、まあ強えのよ。もう宝石置いてザッピーセパしてロイジェイポーンとか、宝石置いてザッピー置いてスケキンからの逆サイロイポーンとか、もうなんか、まあ、スケキンザッピーでも攻めれるし、まあ、ロイジャイザッピー、ロイジャイマザネクとか、まあ、ロイデッキだけど、一応スケキンがいることによって、まあ、両サイズ攻めが完成するよね、と。で、施設とトリトン、ザッピー、スケキンいて、まあ、防衛もバリクソ硬い。ガチで硬いです。はい。何も突破できないんじゃねっていうぐらい硬いので、まあ、すごいおすすめかな。なんか、墓石は別にスケキンじゃなくてスケブ。でも、どっちでもいい。2パターンあるんですよね、これも。墓石のパターンとスケルトン部隊のパターン。で、正直、さっきも言ったけど、エレジャイが減ったので、まあ、スケブでもいい。スケブだと何がいいって、ドリルに強いのとか、まあ、相手が読みウッドしてくれたりだとか、まあ、そういった強みがあるんですけど、まあ、ボスキだと、まあ、バルーン釣れたりだとか、まあ、とりあえず最初に出せたりだとか、まあ、回しやすいっていう意味では、墓石ワンパイなところもあるので、まあ、どっちがいいって、まあ、好みにはなるんですけど、個人的には墓石派です。はい。なので、墓石にします。まあ、正直どっちもいいです。はい。あなたの気分で決めてください。ということで、今回の相手は、これ来たんじゃない？メガラム。メガラムにもね、強い。メガラム第3位つって紹介したんですけど、まあ、そのメガラムにも強い。うん。あ、違った。エレキだった。ってことで、ペガラム？メガラムのエレキ版。おう、ペラム。You are ペラムで、これファイアバカポイズンのラムだったらすごいめんどくさいなと思いながら、さあお願いポイズンだけ打つなよっつって、これでポイズン打ってきたらお前、えちょ待って、危ないよさすがに、そんな振り向き方されるとね、俺もびっくりしちゃう。危ない危ない、 OKOK、 いらないトリトンだったかもしれないけど、まあいいや。ということで、まあ、低めに宝石ザッピートリトン置いておけば、まあ、相手がライトニングだったら突破できない。わかんない。ザッ、あの、ファイブとかポイズンの可能性もある。仕事なさなく、生贄に。豚を召喚。
弱すぎ。うん、たる。いや、わかんねえな呪文が。まあ、無理しなくていいですよね。で、相手が施設とか持ってたら、まあ、結露とか結透け金とか、まあ、いろいろやりようはあるんですけど、施設がないので、まあ、守って始まろい、ポーンでいいと思います。このファイブ来たらちょっと話が変わる。もう相手からね、こう展開してくれるんで、ね、美味しいなぁと思いながら、僕はゆっくりゆっくりね、ユニットを貯めていくんです。お前、ポイズやないか。ふざけんな。俺の計画、ぶち倒れ。いや、うまい。でもどうだこの、よいしょ。お、それはあの相手ヌーブっていう、あれなんでいいんだろお前、タゲ取られてねえんだ。よいしょ。さあ、さすがになんかめちゃくちゃダメージ入ってるんです。ファイボです。相手もポイズンなので終わりです。無理です。ということで、グッドゲーム。まあ見てわかる強いです。そして幅広く戦えて、安牌デッキです。いや、マジ、めっちゃ強いと思います、これ。まあなんで1位に、ね、持ってきたんですけども、まあなんか一応ね、呪文ライトニングにして使ってる人とかもいるんですけど、まあファイボでいいんじゃねっちゅう話ですよね。ライトニングだと施設とかには勝ちやすくなるんだけど、まあガゴムネとか引いた時すごいめんどいしなーっていう。まあファイボで全てに勝つのが理想かな。なんかインフェ系はちょっと減ったので、これルート行政で墓石に行ってらっしゃいつって。インフェドリルがまあ気持ち少し減ったので、これインフェがねやっぱ辛かったんですけど、インフェが減った。あ、これやべ、これやべえぞ。ナータル出てきちゃう。やべえぞ、これマジで。ほんとに。男の教です。はい。まあこれ僕が悪いので。痛え。痛えよ。芝ファイブをしたことによって、約2000のダメージを受けましたね。まあまあまあ、これは。芝ファイブ分。そして相手は、神技か工場いたよね。さあ、まあ神技デッキなのでまあ言うほど相性が悪いわけでもねえよと。ファイアボとか来ないで。ファイアボねえのか。でも早まったらマザネクに打っていきそうな気もするんだけど。いやー、次は外さねえでしょ。なんなら打たねえよ俺は。よし、さっき失った後ね、こうやってね回収していこう。おー、ムーティーさん。なんで竹取ったん。あ、でも金ギドした。待って、ラッキー、たまたまマジマジでたまたま金ギドした。おー、タルマ入ってんの。もうタルマ入ってるかよ。ダメージを稼ぎたいので攻めます。で、気合で守ります。よいしょ。さあ、ルコール。これ16体になったんだっけ。さあ16になったんだぞ。あー、わかんねえなマジで。お、やばい、それはなんかずるい。エレキをやりたいなあれ。ダメージね、僕あの借金があったと思うんですけど、ダメージの取り返したんじゃないですか。まあ許容しつつ、すげえロイジャイ発射してえなあれ。まあ一旦ファイブっとくか。まあ僕これもう一回ロイ出せばある程度ダメージ追いつけそうなんで、知らんけど無理する必要はねえな、ぶっちゃけ。もう一回後ろから後ろから行って、マジ打ちゃ嫌だね。おお、すげえぶっ破してくんだなこれ。
あ、これやばい、もしかしてガイン、お、なんか頑張ってる、何かが頑張ってた。さあこれは相手のこっちサイド行ってソウルコールを使って、いや待って、意味のねえ逆サイだったか。いやでも結構入るんじゃない、まあ、防衛がちょっと大変。お、これはチャンスタイム、ロイが数発入ればピコーン。さあ、守れば勝ちです。守れるかどうかは、守れます。硬すぎ、さすがに硬すぎだなこれ。やばい、うまい、それはうまいが、さあロイが強いし陸も硬すぎで、まあ最初の事故のダメージがなければもう少しね、余裕が持ってたんじゃないでしょうかと。ということで20チャレおすすめ最強ロイヤルジャイアントくんでございます。まあそんな感じかな、個人的おすすめは、この3つ、はい、絞りまくった3つなので、皆さんぜひねこちら参考にしてみてください。20チャレ頑張りましょう。報酬もね結構今見たんですけど、スパーあのスーパーレアの宝箱に、いやゴールドも結構多いのと、これ売り金宝箱もあるんでね、いや普通に豪華だと思うんで頑張りましょう。ということで、よければチャンネル登録もお願いします。では、お疲れちゃんでした。またねー。